よーいの。はい。来たの。来たの。嘘。客席。客席。客席。基本的には甘えたのはただぞ。桐山君の方は泣けるわ。藤原君の方はストレッチを置いて立っていくわけだけど、細かい動きは後のことですし、ちょっとずつリアクション。お姉ちゃんやつがやろ。帰れるよ。ただし最後の一人だけな。はい。はい、三村君。どうして僕たちが選ばれたんですか。厳正な抽選の結果です。だけじゃないんだよな。つまりそのいわゆるもう息だけの恋なんだけれども、時々苦痛になると思わず体を抱きしめるしかこらえようがないわけ。そういうこの苦しさがない。もしこの手が届くぐらいのところにまでこっちから効果を寄せてきてくれ。それでうまい具合にこうなっていたら、また泣いてんの。いつまでたっても泣き虫なんだから。また泣いてるの。いつまでたっても泣き虫なんだから。はい。どけなさい。そこへ行って、そこへ頬杖ついて、また頬杖に歩くやつになるか。頬杖ってのある男の、だから頬杖つかなきゃいけない。男から初めて触っちゃった、ククって行きやすいように。もうちょっとこっちへ行きたい、笑いながら。男の体初めて触っちゃった。そう。はい。誰でもない。だいたい、無気になる里美が一番怪しいんだよ。あんた、昨夜も一昨日も眠んなかったよね。それみんなを信用してないってことじゃない。睡眠薬家に忘れて。私ミションが一番怪しいんだよ。うっせー、選ぶんじゃねえよ。里美、馬の失敗したかばかしちゃんだろ。うとうよ、行け。撃ってみろ。そこまでいい。そこちょっと、もうちょっと奥行き。おい、千里、そんなとこで平和に寝てるの。もうちょっと奥行き。体当たり、こっ
こっちタイヤ当たり、ちょっと待ってよ。こっちタイヤ当たり、タイヤ当たり。どういう雪、こいつダメだよ、もう。どういう雪、一緒に乗っちゃうよ。はい。せーの。ういっ。そうそうそう。そしたらそうなって、そう。ほらほら、右足、右足、もっと引っ込めとけ。テーブルに引かれるぞ。そうそう。上にやってれば大丈夫。今までが倒れたじゃん。今倒れても待ってる。ああ待ってます。うん、そうじゃなくて、ババヘン。ババヘン。倒れたのと足で一応迎えるっていうのはさ、瞬間。あ、そう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 。天下奥天下